お疲れ様です。お疲れ様です。いやー、昨日はね、はい、なべちゃんの、はい、楽しい時間を大熱唱、大熱唱を聞けましたし、はい、念願のね、はい、宇治抹茶パンケーキも食べてこれました。ましたし。ねえ、はい、よかった、まあね。楽しい休日を、ね、いや本当に過ごしましたけど。弾丸でしたけどね。弾丸でしたけどね。はい、まあ、ですね、昨日はですね、はい、なんとなんとっていうか、うん、上杉翔さんの、はい、ファンクラブイベント。はいはいはい。沖縄。はいはいはい。沖縄の。ライブ。はい。沖縄イベントの、昨日がまあその最終日だったわけでございますけどね。うん、7月の6、7、8と。3日間。3日間の、ね、ファンクラブのイベントがありまして。はい。まあ沖縄で、まあライブがあって。はい。ライブはね、ファンクラブじゃなくても、参加できたようでございますけどね。うん、まあその他にそのファンクラブ限定の、イベントがあったと、はい、いうことでね。でそちらの方の様子がですね、で、Facebook の翔さんのオフィシャルページに、サポートメンバーのね、はい、サポートキーボードの森美香さんが、あ、はいはい、レポをね、なるほど、沖縄レポを出してくれてたんですけど、おこれ見たらですね、はい、まあ、僕もね、まあ、今回参加できなかったんですけど、沖縄ね。はいはい、もうそのツアー内容というか、イベント内容をね、見た時から、すごい気にはなってたんです。うんうん、気にはなってたんですけど、まあね、俺言っていいのかなとかいろいろ思ってね。で、今、レポが上がってたんでね。はい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 、まあ、ちょっとその、レポの内容をこう、見てですね、はい。これはすごいなっていうのが今いくつもあるんですけどね。なるほど。まあ、6日。はい。はライブがありまして、はいはい、沖縄でのね上杉さんのライブ、はいはい、まあここでもですね、何やらなんかこう、まあ、こ細かいというか、うん、詳しいことはね、うん、書いてないんですが、はい、ちょっとしたアクシデント、はい、ハプニングがありました、はい、あ、そうなんですね。が、はい、逆にいいものが見れてラッキーな気分でしたっていうような話がありましてね。まあ一体何があったのかはわからないんですが、まあライブってもう生ですからね。まあいろんなことが起きますよね。やっぱね。まあ何かがあったんでしょう。まあしかしながらですね、その何かがあったおかげでというか。そんなのは。でまあここにはですね、そしてそういう時に力が発揮できる上杉さんってやっぱ偉大だなぁと、ひっそり思ってましたなんていうコメントがありますから、うん、まあ何かね、はい、うん、まあ、結果的にはなんかすごくこう思い出に残るというか、何かが起きたわけですね、はい、うん、はい、ということがまあそのライブでもありまして、はい、ただね、僕が実は個人的に気になってたのはですね、はい、その2日目、の、うん、なんていうんですか、いわゆるそのファンクラブイベントの中で、はいはい、もうこれここには書いてありますけどね、うん、ツアーメンバー、はい、まあ、つまり前日上杉さんがライブをやった、うんうん、そのサポートメンバーが演奏する中、はいはいはい、お客様が上杉さんの曲を歌うと。何、まあ、これはね、実はその、まあ、その沖縄ツアーの今回その申し込みの段階ではね、はい、一応そのイベント内容として、うん、これは僕すごい気になってたんですよ。なるほど。なんせだってその本人がね、すごい、上杉さん本人がライブをやった時の、はい、そのメンバーが演奏するところで曲で歌えると、歌が歌えると、まあ、こんなことあるかと、まあ、ただでさえね、ないよ、まあ、ただでさえそれ自体で、しかもこれ全員歌えるの？どう言われるのか、ね、まあ、ちょっと詳細はね、そこら辺の詳細わからないですけど、はい、まあ、しかもですね、はい、このレポを読みますと、はい、ギターの平田さんと私の伴奏で、うん、お客様が上杉さんの曲を歌って、うん、それを見た上杉さんが一言、はい、コメントをするという、はい、カラオケハテナコーナーがあったわけですか。いや、もうカラオケって言えないけどね、はい、これね、はい。まあ、カラオケじゃないですか。カラオケって言えない。ライブです。はい、お客様ライブ。ライブ。しかもそれを、上杉さんがこれ聞いてるってことなのかな、うん、これすごいことですね。
これじゃあ上杉さんのいるところで、はい、上杉さんの曲を歌うと、歌うってことなのかな、はい、これすげえな、これはすごいよね。まあなかなかできる体験ではないですよね。うん、これはすごい。なんか、まあ、僕は別に歌手じゃないしアーティストじゃないんですけど、はいはい、まあ、ただ僕ら例えばヘアショーとかね、はい、お客様の前でやっぱりそのイベントをやるってことがたまにあるんですけど、うん、上杉さんがもしここにいて聞いてると思ったら、うんうん、すっげえ緊張するよね。いやいや 逆に歌えないな、すごい緊張しちゃうけど、はい、いやなんてこったと、なんかすごいイベントがね、まあ、ここであったんだなと。で、ね、うん、でしかも、まあ、他にもですね、3日目、まあ、最終日、うんうん、まあ、ここで上杉さんと記念写真が撮れたりですね、他にもなんかそのステーキ屋さんで、うん、上杉さんが皆様にサラダを配るという超レアなものが見れました。ダメだ、すごいですね、上杉さんにサラダ運ばしょ、ダメだ、すごいっすわ、そんなことあります？俺でもその場にいて上杉さんがこうサラダとか配り出してたら、うんうん、もうなんか手伝います手伝いますみたいな、じゃいいよみたいな、他の人はね上杉さんからもらいたいみたいなね。いや、そうですね、いやだからすごいそのファン思いというかもうね、これ参加された方は本当にもう一生もの思い出にね、いい時間だったでしょうね、これはだけに。まあ、ちょっと参加できなかったことがね、非常に悔やまれるわけではありますが、なんかね、ツイッターなんかで参加された方のツイートなんかを見ていると、なんか、上杉さん本人ではないのかわからないけど、まあそのスタッフというかね、やっぱすごくこういいイベントだったということでね、これはまたやろうみたいな、なんかそういう空気もね、なんかあったみたいで、これはね、来年もしあったらね、僕は行きます。断言した。もう僕行きます。はい。わかりました。じゃあ、そのためにも。そうですね。はい、まずもう今からね、はい、コツコツちょっと積み立てなんかもしましてね。はい。で、まあ、ね、まあ、積み立てとかいろいろ頑張ってね、うん、まあ、もう来年あると信じて、はい、うん。来年あると思って、今からね、積み立てとか準備をすればね、そうですね、まあそういった費用とか、まあそれはなんとか、うん、うん、まあ、ただもうどうにもならないのはこの仕事の予定なんですけど、ね、まあそうですね、うん、そこがまあそこはあれなんですけどもね、サボります。そこも断言しちゃいます。サボります。サボります。うん、まあ、もうね、まあまあ、うん、しょうがない、まあ、それはその分だから。、はい、それまでまたね、こう日夜一生懸命頑張ってですね、そうですね、うん、その日はもうサボります。すいません。わかりました。わかりました。うん。それはしょうがない。っていうね。はい。まあ、ツイッターとか、まあ、あとはこのオフィシャルでね、まあ、今回このレポが上がってましたけど、うん、はい。まあ、やっぱり本当にね、まあ、ファンクラブイベントならではというか、そしてまた、沖縄という、なんか上杉さんはすごく大好きな場所みたいですし、うん、そうなんですね。うん。まあ、沖縄っていう、そのまたその場所がね、はい。こう、開放的にそういう気分にさせるのか、はい。もう本当にその、楽しそうな、うん、様子がですね、うん、まあいろんな SNS を通して、ファンの言葉を通してね、うん、ガシガシこう伝わってくるわけでございますけど ね、はい、まあ行けなかった代わりにですね、まあ僕らはその最終日、はい、7月8日にですね、はい、会津へ行ってきた、会津行きましたから、はい、ね、はい、うん、まあ来年は ね、 ね、ちょっとぜひ参加したいなというふうに思っているわけでございますけど、はい、ね、まあこれをご覧になっているね、上杉さんファンの方たちの中でも、はい、まあ、参加された方もいらっしゃるでしょうし、うん、また今回はいけなかったっていうね、うん、方もいらっしゃると思うんですけど、はい、ぜひね、もう来年あると、もうあるんだ、信じて、うん、信じてですね、もう今から準備をしてですね、それに向けて、うん、来年もし、参加できたらですね、はい、まあ、また多くの方たちとね、こう楽しい時間を過ごせたらなと、楽しいでしょうね、本当に、うん、まあ、だってね、もうその、うん、上杉さんが好きだっていう共通点を持った人たちが集まるわけですから。ね、うん。それはもう楽しい時間になるに決まってるわけでございますけどね。はい。はい。もう渡辺さんもね。はい。できたらね。まあでも渡辺さん行くとね、俺がサボれなくなるからね。まあちょっとそうですね。怒られちゃうかな。まあその辺はちょっとね、はい、うん、伊藤さんにも相談してね。はい、そうですね。相談しないと。はい。うん、
ということでね、はい、今日はちょっと上杉さんのその沖縄イベントと、うん、あとはね、まあ、僕らはちょっとパンケーキを食べに行ってまいりました、行ってきたというね、はい、ちょっとお話でしたけども、はいはいはい、まあ、みんなね、いろんな楽しい、うん、自分のこうテンションが上がったり、何か自分の頑張る励みになるようなことっていろいろあると思うんですけど ね、まあ、そんなものをこう見つけてですね、はい、もう毎日を楽しく元気よく過ごせて、そうです、ね、いけばいいなと、ね、はい、思います、はい、ということで今日はこの辺で失礼したいと思います、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。